浜まで自転車？いや、どこそれ？お疲れ様。ねえ、なんでスーツなの？社外アポ？違うけど、服装は自由だから。まあいいけど、くれぐれも足引っ張らないでね。お疲れ。お疲れ様です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 。お疲れ。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ。よろしく。ごめんね。パパいながらお仕事だから。いい子にしててね。またね。おいコッシー、電話切ってから入るよ。すいません。いやね、娘が可愛すぎて。コッシーさん、いいパパじゃん。でしょ。何始まってんの？いや、まだ部長が。あ、来た来た。はい、お疲れ。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。よしよし、みんな揃ってるな。はい。突然だが、福井県の PR サイトを作ることになったから。またさらっとそういうこと。別にこの前のプロジェクトもフェードアウトしてたじゃん。え、福井って、あの新幹線通るとこ？海鮮とか、カニ。あと、なんだっけ、あのカサスで有名な崖。あー、あの、なんかジンギスカンみたいな。なんだっけ、東尋坊です。そうそうそうです。てか、カサスって何ですか？え、嘘でしょ。足立、福井詳しいのか？いえ、別に。大阪は？え、あ、はい。あの、福井県は本州中部北陸地方に位置しています。嶺北、嶺南に分けられ、総人口は約70万人。はい、ストップ。さまざまな情報が溢れかえる昨今、言った気になって記事を書くのはたやすい。だが、見る方の目も超えてるのは確かだ。そこで、今回のプロジェクトでは、我々が実際に福井の魅力に触れて吸収し、リアルな熱を発信できるかが鍵だと思ってる。まずはリサーチだな。はい、私行きます。舞ちゃんも行こうか。はい。慣れてる人が行ってもいつもと変わんないんだよな。あ、そうだ、いっそのことをみんなで楽しんできたら。しばらくやってない社員旅行も兼ねてさ。あ、そうだわ、いいこと思いついちゃった。それがいいわ。ということで、みんなよろしく。ちょっと、じゃあね。いやいや、は？どっか行きたいとこあるか？先に調べるなって言われてきたしな。あの、部長からこれ預かってきました。皆様、ようこそ福井へ。皆様にはこれから3チームに分かれて福井の魅力を調査してもらいます。何？デスゲーム？部長、こういうの好きだよね。まず二人一組になるため用意したくじを引いてください。あるの？うわ、あります。おい。せーの、うい、青、赤、おう、うわー、おい、何？なんでそんな言い方するの？嬉しいですよ。
赤か、まあ、何が続き読みます。隣の音だから好きだなと思ったの。ルールは福井駅をスタートして高浜の若狭和田ビーチを目指してもらいます。魅力的なネタを収集したチームにはボーナスを与えます。そして3チームはそれぞれ異なる移動手段を使用します。赤は車、青は鉄道、緑は自転車。自転車？面白そうじゃん。鉄道は多分電車乗り継いで行くわけ。高浜まで自転車？しかもこいつと？私嫌です。なんでこんなこと。もうまあそう言うなよ。部長が言ってた現場で感じるってのも一理あるし、そういう他にない企画をする社風に惹かれて入社したんだろ。そうですけど。それにチームじゃなきゃできないこともあるしな。小坂もエンジニア志望だからってフィールドワークもできないとこれから大変だぞ。はい。まあ、まいちゃんも小坂も元気出して行こうよ。そうそう、自転車気持ちいいと思うな。越山さんたちは車だからまだいいですよ。何乗れないの？合うんだ。それで他には必要な司令とアイテムは各チームごとに用意してありますと。必要なアイテム、はい、お金だと思います。アイテムお金なら、なんかあの伝説の剣とか絶対お金が必要だけど、それはエクスカリバーみたいな。あれはね、分からないと思う。うん、分かんない。ちょっと絶対落とすから。あなたは違う。俺が開けてやる。あなたは違う。まずは着替えて自転車を受け。ないです。自転車チャリ。落としたよね。振ったの止めてみてじゃあ、はい、生きてる。めっちゃ本格的じゃん。いいやつじゃない。でもなんで服のサイズぴったりなの。ね、確かに。うん、怖。どういうルートで行くの。それがいくつかポイントがあるだけで、うん、うわ雑。ポイントを通過したらあとは自由ってことか。はい、まずはこのタヌキ目指します。まっすぐ南下していくのが早いが。タヌキどうやって行くんだよ。タヌキなの。暗くなると嫌なんでもう出ます。助けてね。仲良くね。一緒に気をつけてね。次行ってきます。気をつけてね。足立さんちょっと待って。頑張れ若者たち。困ったら連絡しろよ。リタイアにカニ一杯。じゃあゴールに一杯。おかけるな。俺たちも行くぞ。いいよね。はい、気をつけろよ。またね。